大体水色で大雑把な当たりを取った後はですね、自分の一番気になる部分、例えば女の子でしたらやっぱり目が表情のポイントになりますので、目から重点的に描いていきます。と鼻はほとんどラフの時はもう鼻の穴を点で描くぐらいで、あとは色付けの時に影で鼻の高さを表現していきます。あと次にやっぱりその笑顔ですとかそういった場合、特に口元っていうのは気になりますんで、口も目と同様にまずそのままほとんど清書してもいいような状態でラフで描き込んでいきます。髪の毛はそうですね、まあ、どうしても自分の好みになっちゃうんですけれども、さらっとしたちょっと柔らかい感じの、あんまり作為的じゃないような感じの髪型で普段オリジナルで描くときっていうのは多いです。手はですね、今回の場合あんまり出てませんけれども、まあ、なるべくその繊細な手なりの表情が出るようにと、あとあんまりその硬くならないように、まあ、多少柔らかい肉がついているような感じで描きます。だから手はむしろそのこの年頃の女の子よりもちょっと子どもの赤ん坊まではいきませんけれども、小さい子どもの手なんかを参考にする場合が多いですね。体の線というか、まあ全体のポーズの取り方なんですけれども、今回の絵の場合っていうのはまあ普通の割と清楚な感じの女学生の絵なんで、あまりこう無理に腰を入れたりとかそういうわざとらしいポーズは取らないで、ちょっとまあ体をひねって本当に自然に振り返ってるっていう感じを意識してます。このイラストはですね、その男の子や女の子がその登校している雰囲気の中で、その女の子が友達なり何なりにこう呼び止められて、パッと振り返ったところは遠く、なんていうのかな、望遠で狙ったような感じで、周りがこうちょっと動きがあってモノトーンで、中心の女の子だけこう色がついて前に出て見えるっていうような感じの絵を狙ってるんですけれども、これはまだ本番の原稿ではなくて、その前のラフ画なんですけれども、それをその相手に見ていただくために、場合によってはその大雑把にイラストのイメージの色やなんかをつける時もありますので、それは色鉛筆なりマーカーでつけるんですけれども、大体眉毛の下の影と本当重だったところだけちょっとポイントで影を置いてやって、肌は基本的に女の子なんで、まあこの場合は色白の感じということで、簡単な影のところだけマーカーで色を置いていきます。と周りをモノトーンにしますんで、まあ女の子は目立つようにちょっとセーターを赤にしてみようかなとはでやってるんですけれども、その一応ちょっと塗ってみて様子を見て最終的にどうしようかっていうところですね。
は基本的にちょっとモノトーンっぽい処理なんで、あまり服の色とか髪の色とかを気にせず、ラフなんでざっとグレーか何かで色をやってちゃいます。実際多分着色の時っていうのは朝の光が当たっているっていう感じでちょっと黄色とか紫など影の部分に混ぜますんで、それを大雑把にちょっと色鉛筆で雰囲気を自分で掴むためにやってみます。まあ、こんな感じでだいたいラフが上がったところで担当の方と打ち合わせをして、あとは清書をして色付けに入っていきます。Thank you.